変わってくるんですか？いや、もちろんいろんな研究者の方いらっしゃいますんでね、ただやっぱりノーベル賞自体もやはりこういったことに着目してるっていうことで、今まで実はあんまり多くないんですね。例えばちょっと前ですけど電子顕微鏡なんかの率が